はい、どうも皆さんこんにちは。 TI クランのプライスと申します。さあ、久しぶりの動画ですね。今回の動画なんですけども、前回予告した通りランクマッチの分布についてを話していきます。で、今回ですね、このシーズン19で特に顕著に見られているのがこの昇格試練実装による影響なんですね。で、ぶっちゃけこれめちゃくちゃ意見分かれてるんですよ。っていうのも、この昇格試練が導入されたことによって難易度がちょうど良くなったというプレイヤーだったり、また逆にこの昇格試練がうざすぎてランクマッチやめたっていう人も数多くいるわけなんですよ。ぶっちゃけ皆様、これ昇格試練に賛成もしくは反対、これ意見ありましたらぜひともですね、コメント欄にお願いします。で、今回はですね、この昇格試練にまつわる話などをしながらこの分布率の方を見ていくんですけれども、今回のシーズン19、前回ちらっと話したようにかなり分布率おかしいことになっているんですね。けどもこれ先に話してしまうと、これティア4、いわゆるブローンズ4とかシルバー4よりもブローンズの1もしくはシルバーの1の方が人口多くなってしまっているわけなんですよ。こうした現象っていうのはこれまで APEX の過去5年間で見られなかったんですけれども、今回はですね、こうしたシーズン19の最新のランクマッチの分布率についてを詳しく話していこうと思います。はい、ではまず1つ目、シーズン19現状のランクマの人口分布についてを見ていきましょう。今回引用するデータは APEX ステータスからの統計情報でありまして、この情報にはある一定の誤差が一応あるんですね。また合計人口も日々変動するため、あくまで参考程度で聞いてほしいです。ではですね、早速現在のランクマの合計人口を見ていきましょう。まず今回現状のシーズン19後半ランクマッチの合計人口は311万5344人となっておりまして、前回動画で紹介した際にはこれ290万人となっておりましたので、この当時から20万人弱なんと増えているんですね。まあ、一応ですね、これシーズンの後半に差し掛かっていることから人口が前回よりも増えているという背景はあるんですけれども、まあ、一応ですね、300万人は超えていることから、これめちゃくちゃ人口が激減したっていうわけでもないんですね。そして次にルーキーの合計人口、現在ですね84万7079人いまして、これ全体の 27.19% に該当します。で、これですね、以前のシーズンからこのルーキーの割合がかなりですね増えている状況なんですけれども、これはですね、前までランクマッチをプレイしていて、このプレイしなくなったプレイヤーの層が若干厚くなっているんですね。そのためこのパーセンテージが若干ですね増えている。そしてなんとこれ 30% 弱もいるような状態なんですね。そして次にブロンズの合計人口、こちらですね現在76万9312人いまして、これは全体の 24.69% に該当します。で、これ内訳を見ていきますと、ブロンズ4が14万7219人、ブロンズ3が17万5327人、そしてブロンズの2が18万7276人、ブロンズの1が25万9490人と、なんとこれ4321と徐々になんと人口が増えているんですね。これが今まで見られなかった現象なわけなんですけれども、まあ、このように昇格試練がこれですね、難しい影響でこのブロンズ1でスタックしてしまっているわけですね。まあ、こうした背景からこの昇格試練いらないとか、また逆にいるとか、そういったたくさんの意見があるわけなんですよ。では次にシルバーの方を見ていきましょう。現在シルバーの合計は62万7198人おりまして、これは全体の 20.13% に該当します。で、こちらも内訳見ていきますと、シルバー4が14万3000人、シルバー3が15万5000人、そしてシルバー2が15万1000人、そしてシルバーの1が17万6000人となっているんですね。こちらもブロンズと同様に、シルバー1の方がシルバー4よりも人口多いような状態なんですね。まあ、こんな感じで昇格戦の影響かなり顕著に出ております。では次にゴールドの方を見ていきましょう。現在こちらゴールドの合計は44万2215人いまして、こちらは全体の 14.19% に該当します。こちらゴールド4が10万7000人、ゴールドの3も同じく10万7000人、そしてゴールドの2が9万9000人、そして最後ゴールドの1が12万7000人となっておりました。で、このゴールドまでですね、先ほどのシルバーブロンズ同様、この昇格試練の影響によってティア4よりもティア1の方が人口が多いような状態なんですよ。で、これまではですね、この傾向っていうのがゴールドまでしか見られなかったわけなんですね。これがシーズンの前半の傾向だったんですけれども、じゃあ今どうなってるか、これプラチナ以降今から見ていきましょう。まずプラチナの合計人口は現在25万3649人おりまして、これは全体の 8.14% に該当します。
でこちらですね、プラチナ4が64,000人、プラチナ3が61,000人、プラチナ2が54,000人ときて、そしてなんと最後プラチナの1が73,000人となっておりました。こんな感じでなんとプラチナ帯においてもこの4よりも1の方が人口多いような傾向が現れているんですね。で一応ですね、直近のアップデートにおいてこの昇格試練簡単にはなっているんですけれども、しかしこのハードスタックの減少って一応プラチナ帯まではしっかり現れているわけですね。まあそのためまだまだこの昇格試練がしっかりと影響を及ぼしているわけですね。では次にダイヤの合計人口を見ていきましょう。現在こちら125,857人おりまして、これは全体の 4.03% に該当します。こちらはですね、ダイヤの4が54,45人、ダイヤの3が31,141人、ダイヤの2が22,755人、そしてダイヤの1が21,516人となっておりました。こちらはですね、しっかりと4321としっかり段階を踏んで人口が減っている状況なんですけれども、これですね、気づいた人も多いと思うんですけれども、一応ですね、ダイヤの合計人口これまでのシーズンと比較してかなり増加しているんですね。次にマスターの合計人口、こちらですね、現在47,383人となっておりまして、全体の 1.52% に該当していました。こんな感じでマスターの人口も一応前回のシーズンと比較して増えているわけですね。そして最後プレの合計人口は現在2660人となっておりまして、こんな感じで今回のシーズン19はランクマの人口分布にかなり顕著に変化が訪れているわけですね。では次にですね、この昇格戦の弊害についてをですね、こちら見ていきましょう。こちら今回のシーズンから新たに導入された昇格試練についてはかなり賛否が分かれておりまして、直近で運営も調整せざるを得ないと判断し、昇格戦を一部簡易化する事態にもなったんですよ。これについてはランク分布にも顕著に影響が現れておりまして、特にゴールドまでの中低ランク帯においてはティア4よりも1の方が人口が多い事態となっているんですね。今回のこのランクシーズンはこうしたことも相まってかなり状況としては厳しいと思われていたんですけども、しかしこれ全体のプレイ人口は311万人とそこまでの減少は見られなかったんですよ。またこれと合わせてマスターの人口も現在急激に増加しておりまして、これまでの平均値であった3万人を大きく上回る4万7000人の人口がマスターに到達しているんですね。これについては直近の昇格戦の簡易化が影響しているかはまだ定かではないんですけれども、少なくとも前回のシーズンと比べてマスターの人口は増加傾向にあるんですよ。今回のシーズン19は2月の上旬に終了となる運びなんですけれども、前回動画でも話したように今シーズンはこれまでの APEX の歴史の中でもかなり苦しいシーズンとなったんですよ。今回どう挽回されていくか3つなんですけれども、今後ともランクマッチに関する情報を随時上げておきます。といった感じですね、今回の動画以上となるんですけれども、もし今回の動画参考になったという方はぜひともチャンネル登録と高評価の方お願いします。それではこちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。